レッスンの時とかね、もうなんかよく考えたけどこういうことないもんね、あんまり。どうも、眉毛バッキュカージです。すごいなんかあれですね、無理かと思った、ないかと思いましたって。ちょっとね、最近の悩みを言っていいですか。昔はショートカットだったんで、髪の毛シュシュシュってやってドライヤーでバーって乾かして髪の毛を整えてたんだけど、髪の毛が長くなってからそれができなくなったんですね。なんかめちゃくちゃ時間かかるようになっちゃって、なんか準備はできたんだけど、なんかすごくなんか微妙だなと思って眉毛とかファンデーションだけしたんだけど、なんかそれもそれでなんかおかしくて、なんかもう結局さ、ちゃんとメイクしてくればよかったなっていう話。本当はラジオにしたいけどラジオにはしないでいこうと思うわ。こういう時のカジシマもあるよねっていう話。目が腫れてる。この長さでもショートカットだって。あ、そう、どう、この長さでもショートカット見える、ショートカットなのかな。うん、ほう、メイク変えたってしてないんだメイク変えたっていうかメイクしてないんですよ。眉毛だけ変えてきたけど、眉毛だけ描くっていうことあんましなかったから、なんか変な風に見えるよね。ごめんごめんごめんよ。これから仕事、あ、頑張ってね。ちょっと8時には間に合わせようと思ったけど間に合わなかったよ、ごめんな。おはよう、おはー、どうもね。どこまでがショートカットか分かんないや、うちも。今ショートカットとは言わないって美容院さんに。目腫れすぎじゃない、どうした、元気。よいしょ、戻っちゃう。はいよ。なんかね、ショートカットじゃないって言われたけどね、ボボって言われた。専門学校あって、うわー眠いね、5時半は眠いね、すごく眠いね。コメント見づらいな、こっちの方がいいや。あ、こっちの方が読めるわ。おはようございます、元気、みんな遅くなってごめんなさい。髪の毛が伸びましたですね。最近はこれくらいの長さってどんなことすればいいんだろうって思いながら、そう、うん、生きてる。うむ、お出かけっていうか普通にちょっとね、お仕事なのかな、お仕事ではないけど、まあ、メンバーにはいますって感じか。お仕事ではないけど、あ、なんだろう、メンバーには会うんですね。今日アミちゃんには会うかなっていう感じだな。じゃあメイク、なんか私ここが良くてここだけまつげないんですよ。何の話これそうそう、ですわ。ガラパちょっと行かなきゃいけないんですけど、ね、皆さんはお仕事、お仕事ですかね。頑張ってね。今日はヤングタウンを聞きながら行きたいと思います。 MBS ヤングタウン。自分の回のヤングタウンが持ってるので、自分の回も聞き直したりしているんですけども、ヤングタウンってなんだって思うかな。さんまさんのラジオにね、もうすぐ土曜日かな、放送出るんですけど、土曜日じゃないっけ、20日、あ、土曜日か、出るんですけど、もうすぐ収録なんです。ヤングタウン、自分の回のヤングタウン、さ、すごい鼻詰まってるさ時だったから、なんかさ鼻詰まりの声がすごいなって思いながらいつも聞いてるんだけどそうね、
ヤングタウン、メール送ってね、みんなお願いします。頑張ってきてなって、はい頑張ります。すごく不安ですが頑張りますね。ヤングタウンって言えるように頑張ろう。学科試験だって、おえ車かな、頑張れ。あ、もうお腹なった、まだご飯食べてなくて。本番以外に雑談とかできるの？できます。全室が同じ部屋なんですよ、全員が。そうそう、それがね、なんか緊張してあたふたしてたんだけど、いい子夫さんが話しかけてくれて落ち着きました前回ね、今回もすごい緊張するけど、すごい緊張して、もう絶対またテンパってしまいそうなんですよね。不安ですわ。めちゃくちゃ素敵な方です、横山さんもですね。ガテン系だって。なんだそれ、ガテン頑張れだって。はい頑張ります、ファイト。はいありがとう、みんな。お腹鳴ってる、夢で TWICE のももちゃん出てきました超可愛かった、マジで。夢なのに、夢なのにめっちゃ可愛くてね、もうめっちゃ湧いてました。そう、夢で会った、病院みたいなとこで会った夢を見て、そうそう、 TWICE の動画を見てたんだけど、もう昨日夜に、そうそう、ついちゃんとさなちゃんの動画を見てたんだけど、ももちゃんが夢に出てきました。そうですわ、夢でした。でも私夢にね、結構いろんな人出てくる。あ、でもうち寝る直前ケイチの動画を見てたから、ケイチも出てくるかなって思ったけど出てこなかったな。上西圭さんのファンクラブの動画をね見ていましてですね、めちゃめちゃ可愛いですね。ほんと湧いてました一人で夜にね。そうだから昨日の夜は割と可愛い子たちばっかり見ていましてですね、そう楽しみ、またなんか新しい子見つけて見ていこうと思う。夢でしょ。推しメン全然夢に出てこないよね。そうなの、推しメン全然夢に出てこなかったりするよね。ちなみに TWICE さんの推しはスイちゃん、かわいいと思ったけど、さっきサナちゃんも好きで、ふぐ二人が好きなんですけど、なんかさやばいね、やっぱり私 DD だな。 TWICE のサナちゃん、スイちゃんの二人がすごくかわいいなって思って見ちゃってます。でもツイッチャー始まりです。 TWICE さんを だいぶ見るようになったのは、だいぶというかまあミーハーですけども、めっちゃおしましスタイル、確かに天使、確かにツイちゃんってめちゃめちゃ可愛くない？って顔が疲れてる。じゃんだよ、じゃんだよ、私まだメイクしてないんだよ眉毛の機械たらこうなっちゃった。もう顔が疲れてる、疲れることしないよ私違うの違うの違うの、ごめんね、なんかほんともうやめる、眉毛だけ描いてくるのやめる、やめる、もうやめる、一生やらないもん。なんかちょっとすごく後悔してるから、今日なんか動画とかスクショとか撮らないでね、みんなよろしく、ね、お願いね、撮らないで。一応今日来てくれてる方だけのにしよう、抹消しよう。眉毛だけ描くとこうなっちゃうんだね、やっぱ顔薄いから
やっぱどっかしらだけ書くとかやめようって思って、全部やるかやらないかにしようと思う。まだすっぴん、まだすっぴんの方がいいわ。なんか疲れてることはしてるやろうに。してないよ全然。今日も昨日寝たし、いっぱいトラウマそりゃって。そうっすよね、そうっすよね。すいません、もう二度としないです、眉毛だけ描くことなんて。でもともと私が眉毛のさ描き方がすごく太いと濃いので、ね、そこだけにメイクってそういうことなんだね。こうやってやっとこうかな。え、でもそういうこともあるよね。ごめんごめん、やっぱ試行錯誤じゃん人生って。だから眉毛だけ描いてもいいかなって思っちゃったんだよね。だから描かなきゃよかったって思った。え、大丈夫、ごめんごめん、なんだなんだってなってるよなみんな。すまぬすまぬ、そろりそろり。気になっちゃう、だって女の子だもん。鼻水出るんだけど今日、なんで？ねえ昨日ゴキブリ出たんだけど。ねえゴキ、エアコンの下になんかポンって落ちてきて、エアコンから来たのかわかんないけど、いたの。ゴキ。ねえどうする？ゴキ、あ、うん、昨日ね、昼くらいかな。昼と朝の間ぐらいの時にね、来たの。え、ゴキブリってさ、シュってやったけど、いいの？それで。いいのかな？うん、エアコンから気がち、あ、そうなんだ。やっぱりその子どうしたの？食べた。嘘です、シューってやって、ジーナにされると自分もそうそう、そうだよねそうだよね。やばいやばい、ちょっと思い出しちゃった。昔は虫が好きだったんだけど、そう、なんか食べてからさ、あのタガメ食べてから全く虫がダメになりました。好きだったわけじゃないか虫別に。そうだね、目かゆい、シューってした後の処理。いやでもちっちゃかったから、なんかシューってしたら向こう消えた。いや消えはしない、めちゃめちゃさ、あの縮んで、ちっちゃいってなって、あの袋に入れてシュッてキュッて閉めて、ごめんっつって捨てちゃった。そう、ダメ、食べてから虫ダメになったんだよ、ほんと見るのもダメ。シュッて何よ、袋に、袋閉めて、袋入れに入れて閉めて捨てました。すいません、なんか捨てるとか言うのも嫌だった、ごめんなさい。退治したけどさ、返し巻きゴキブリほぼ出ないので、ね、そうだから久しぶりに見ても嫌になっちゃったよ、へーってなった。凍らさないです、普通にシューっていうやつでしたけどさ、もうやめようか、ごめんごめん、今日変な話ばかりする。うん、袋に入れてそこから細菌が、だって細菌なんで外に出した方がよかった。いやでもなんか外に出したらなんか違う子が来ちゃいそうって思って、お腹鳴ってる、すごい。でもゴミ箱にただ入れただけだったら復活するかもしれないでしょ。トイレに流せば正解。なんでトイレに流したら這い上がってくるかもよ。
そう、え、トイレにでもどうやって流すの？はい、上がってくるかもしれない。そんなことないか。水の中だもんね。流したことないって、ないよ、私も。トイレは詰まっちゃうね。トイレの水圧舐めちゃいけないなんて。そうか、地域性なんだね、きっと。その家庭ごとに、殺し方みたいなのがあるんかな。いやー、かわいそうっちゃかわいそうなんだよね、でも、ダメよって。悪さしちゃダメよって。ねえ、葉っぱとか食べちゃうからさ。まあまあ、ちょっとこの話置いといて、皆さん解決策をありがとうございます。北海道出ないと思ったのかな？ねえ、ちょっとじいちゃんとお母さん、パパに聞いてみよう。ゴキブリ。なんか、あんまりかじしまけって虫出ないんですけど、なんかパパとかさ、あれしてるの見たことない。虫とか、パパが虫と戦ってるとことかあんま見たことないんだけど、そう。あんま虫出ないから、あれなんだけど。出た時に衝撃が止まらないよねっていう感じ。なんか今日ちょっとこの感じだから、この辺にしよう。眉毛恥ずかしくて、もうこれ以上できないもん。じゃあ皆さん、今日はこの辺で失礼します。この辺で失礼します。ありがとうございました。だって眉毛がお手配釈せーの。以上です。ありがとうございました。鼻水がすごい。 だってよ、どうして？早くメイクしちゃおうと。占いなしからって、確かに今日来た人大吉だよ。今日は完全になんか計算ミスだな。起きる時間が遅くて、髪の毛治らず。髪の毛治ったと思ったけど、なんか時間経っちゃったからすっぴんで出るのもなと思い、ファンデーションと眉毛だけ描いたらなんか変な感じになって、結果的に気にすることになり、ゴキブリの話をしてしまい、なんか変な気分にさせてしまった。今日は失敗会。 もう失敗会だよ。もうさ、ちょっと計算ミスでした、今日は。でもみんなが見てくれたから成り立った配信です。本当にありがとうございました。また明日もね、見に来てくれたら嬉しいです。はい、みんな大吉だよ。今日家事の配信変だったなとか思った分、今日大吉だから、きっと。はい、皆さん、今日一日楽しんでいきましょう。お手を拝借。せーの、以上です。じゃあね、バイバイ。家事も大吉かな。バイバイよー。